はいどうも、世界最強アクアリウムです。これ南沼海老ですね。今日ね、南沼海老を見ていこうと思います。なぜかというとね、今日注文したんですね。今回注文したのは、大和沼海老を10匹頼みました。これね、ちょっと水槽、他の水槽もちょっと見ていこうか。南沼エビがいる水槽はこれガラス表面きれいでしょ。これ見て、苔がないんだよね。だからこの南沼エビがね、すごい驚異的な、なんていうのかな、苔取り能力がある。例えば向こう、ちょっと向こうの水槽見てみるか。南沼エビがいない水槽を見ようか。はい、こちらです。ちょっと見づらいかな、もうちょっと引いた方がいいかな。伝説のね、日本淡水魚水槽。このようにね、これね、南沼エビ入れてもオイカとか食べちゃうから、ここではちょっと生活できないですね、南沼エビが。なので南エビが、エビ類がいない。で、貝入れたけどもうすぐ死んじゃってね、シマカノコ貝を入れたんだけど、この間このようにね、見てください。すごいでしょ、青藻が。特にこれね、二等式で、ちょっとライトのパワーが強いんですよ。で、ちょっと点灯時間多めにしちゃうと、すぐこうやってつくんですよね。だから、ちょっと石巻貝も今回購入しました。はい。まだ来てないですけどね。石巻貝。で、石巻貝のパワーで、ゴリゴリ取ってくれるから、ここね。にしても汚いでしょ。このガラス表面にね、青藻がついちゃって干渉できないレベルになっているという。ただこれちょっとね、見づらいと思うんだけど、このヌワムツとかカワムツが相当でかくなってますよ。一回りでかくなったね、明らかに。ちょっと干渉できないな。ちょっと移動しましょう。はい、これ伝説のドンコ水槽ですね。見てください。干渉できないレベル。まあ干渉できるけど、エビがいないから、ここね、ガラス表面の苔を取ってくれるやつがいないから、石巻貝をね、近々3匹投入しようと思います。石巻貝入れれば全部食ってくれるはず。これすっごい汚いんだよね。で、ちょっと隠れちゃってるな、ドンコが。隠れちゃってるな。エビがいないとすぐこんな風に藻がつくと。はい、これはね、南沼エビが自然繁殖してる水槽。これあんで、シマカノコ貝もいるね。だからこれ見て、全く苔ついてないでしょ。苔、まあちょっとこの流動性露材にはちょっとついてるけど、ガラス表面にほとんどないんだよね。だからこれエビさんがね、食べてくれてる。いかにこの苔取り能力がすごいか。エビさんね、これですね、グッピー水槽。これも南沼エビがいっぱい繁殖してるから綺麗でしょ。水槽表面にほとんど藻なんかついてない。全く掃除してないですよ。水槽表面コシコシもしてないけど、エビちゃんが元気にしてくれていると、水槽表面を結構掃除してくれるんですよね、南沼エビ。元気でしょ、グッピー。これちょっと今日餌やりすぎだから、ちょっと餌あげるかな。元気だよ。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、結構いっぱいいるんですよ、南沼エビ。ちょっと分かりづらいな。かなりね、多いですよ、この水槽繁殖してる。あそこにいますね。ちょっとね、拡大がうまくできないんですよね。レンズを買わなきゃいけないな。超拡大ができない。エビ、南のエビです、これ。あそこに土壌がいますね。あれ、
ちょっと痩せてるかな、ちょっと餌不足かな、これ餌少なめでやってるんで、あれちょっと痩せ気味だよな、なんか見た感じ。ちょっと餌やるか、見たかな、餌お乳ちょっと多めに。あの奥にねドジョウいるんだけど、餌に気づくとほんと暴れるから、ね、餌に気づくとめちゃめちゃ暴れるから、ね、暴れ始めてる。ほら餌入れるとめちゃめちゃ活発になる。ああいう風に食べるんですよ、結構激しいでしょ。ちょっと餌多すぎたかな、ちょっと多すぎた感じするな。まあいいや、普段は結構少なめなんだよね、餌が結構餌多かったかもしれない。いいけど、どうしようかな、どうしようかな。夜にちょっと痩せてるな、3匹です。花火の繁殖に完璧に失敗してます。ちょっと餌やりすぎたかな。いやでも多分大丈夫、土壌ねめちゃめちゃ餌入れるとすっごい大暴れするから、土壌が全部掃除してくれると思う。あとエビも結構いっぱいいるんでね、エビが食べてくれると思います。食べ残しの餌はね、なかなか芸術ですね。このグリーンがいいですね。このグリーンは今回の動画はね、そうエビを入れるとこのように水槽が汚れないですよっていう、南のマエビの結構強いと思う、そのコケ取り能力ね。南のマエビがいる水槽はこれ全くコシコシしてないけど透明だもんね。南のマエビがいない水槽は緑がグイ、コケがいっぱいついちゃう。ちょっと餌多かったかな。こんな感じですね。ということで、アクアリウム、南沼エビのお話と水槽観察でした。それでは。